入口側北九州市立松本清長記念館は福岡県北九州市小倉北区場内にある作家松本清長の生涯と業績に関わる展示を行う文学館である。清長死没を受け、生前の功績を称え構成に語り継ぐことを目的として清長の教義である小倉北区に記念館を建設することを決定。 小倉城市域の南西端の一角に百9 9 8年8月4日、開館。館内では、作家としての成長の業績について、映像や展示物などで紹介している。中でも、東京都杉並区高井戸の自宅の外観をはじめ、遺族から寄贈を受け、書斎や書庫、応接館を成長がなくなった、当時の状態で忠実に再現した展示室が、目玉の一つである。 また、オリジナルドキュメンタリー映像、日本の黒い霧、遥かな照射の上映も行っている。他に、随時実施される、企画展のほか、講演会などのイベントも開催されている。開館10周年にあたる2008年には、第56回、菊池博士賞を受賞した。受賞の理由は、地方財政が厳しい折、水準の高い研究史を観光しつつ、 多彩な企画展を催すなど、検討しながら、開館10周年を迎えたことによる。2009年、北九州市などが成長の生誕100年を記念した、各種イベントを展開したこともあり、入館者が増え、まさに、100歳の誕生日の2日前となった12月19日に、累計入館者が100万人に達した。開館以来2016年3月まで、文芸春秋で、長年、 成長の担当編集者であった藤井光栄が館長を務めた。記念館による観光物として随時発行される館法、企画展図録のほか、各分野の専門家による研究誌、松本成長研究がある。文芸春秋菊池賞菊池賞受賞者一覧1909年12月21日、生まれ。なおこの日は、開館から5年後に、西向かから、 リバーウォーク北九州へ、成長のかつての職場であったところの朝日新聞社とともに移転した NHK 北九州放送局の開局日でもあり、小倉でラジオ放送が始まったのは成長22歳の誕生日であった。松本成長記念観観法2016年 8P 第52号2019年4月21日閲覧。当初の設計図では、 長方形の建物の中央に書斎があって、周囲に展示物やパネルがあるというものだったが、後に館長を務める藤井公営の異論を踏まえ、宮本を交えた話し合いが行われ、現在の形に再設計された。藤井、松本成長の残像25から27ページ、参照、ご利用案内、松本成長記念館、2021年7月4日閲覧、 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳の3種類、松本成長記念館管理者。令和3年7月1日より休館日が変わります。松本成長記念館。2021年7月4日閲覧。以前は NHK イという名称のバス停であった。NHK のリバーウォーク移転により成長記念館がバス停の名称となった。 ありがとうございます。